はい、皆さんこんにちは。ラクタペンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しております。ということでもうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたことを感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかその時間少しでも皆さん方のお役に立ててタップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、続いてそのステップの解説、こちらはもうステップの順番のみの解説となっております。それから少し一緒に練習して曲に合わせて踊っていきたいと思います。それからまとめのコーナーを挟んでおまけのコーナーへと続いていきます。こちらのおまけのコーナーはですね、今日ちょっとなんかうまくいかなかったぞって方に向けてのヒントとなる動画となっております。ですので今日ちょっとねうまくいかなかったぞって方はですね、こちらのおまけのコーナーまで見ていただくと少しはスムーズにできるようになるんじゃないかなと思っております。またですね、ステップの解説だけでうまくできたよって方はですね、もう一緒に踊ったところでこの動画のご視聴やめていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで本日のテーマは、同じステップでリズムを間違えないようにしようです。はい、まあ、今回もう先ほど言った通りなんですけども、同じステップなんですけども、ついついね油断しちゃうと同じリズムを奏でてしまうんですけども、それでもちょっとだけリズムを変えて逆にちょっと面白くしております。同じステップでも違った風に見えるので見た目もちょっと面白くなるんじゃないかなと思います。ぜひねそういったところ今回チャレンジしていただけたら嬉しいかなと思います。ということで本日も楽しんでいきましょう。よーいスタート。それでは本日のステップいきたいと思います。5、6、7、8。それではステップの解説いきたいと思います。私両足のステップからいきたいと、まあ両足でこうホップからですかね、ホップで、はい、しっかりジャンプして入るっていうところからいきたいと思います。今回ですね、やることが非常に単純なので覚えやすいんじゃないかなと思います。ただ同じステップでリズムを変えてますので、そこね注意してもらえれば大丈夫かなと思います。それではじゃんじゃんいきましょう。はい、両足でステップ、ステップ、歩く歩く歩くね、ホップホップ、ステップステップ、そしたらドローバック、タタピピタタ、タタツタ。そしたらドローバックですね。タタピピタタ、タタタタ。で、もう一回いきますね。トン、タ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 ン。ドローバック、ドローバック、ステップ。となります。で、リズムが、トン、タン、タンタンタン、タタタタタタタン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 。なので最初のドローバックは左右均等なんです。次がゆっくりになります。で、トーが増えるといった感じになりますので、ずっと同じスピードでいかないようにしましょう。もう一回リズムでいってみましょうね。はい、6、7、8のタン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 、タタタタタタタンタンタンとなります。そしたら今右足のトーで終わってますので、次はスタンプシャッフルですね。ドンタタタタ、ドンタタ、右足からドンタタタタ、ドンタタタタ。そしたら右足が今上がってますね。右からかかとかかと引いて引いて、歩く歩く、両方左右対称の足なんですけども、ここでちょっとリズムが変わってきます。タララララ、ゆっくりドンタとなります。いきます、せーの、タタタタ、トントンタタとなります。なのでずっとタララララララっていくんじゃなくて、タララララ、ゆっくり、左足ゆっくりになりますので、そこをね気をつけてもらえればほぼ大丈夫なんじゃないかなと思います。では後半いきましょうね。ダンタタ、はい、6、7、8のダンタタンタタン、ダンタタンタタン、タタタタタンタンタン。
これで以上になります。それでは頭から1回続けるとどうなるかやってみましょう。はい、シックスせーの、トントン、タンタンタン、タタ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 となります。ステップはね、そこまで複雑じゃないので、ここにもね、しっかりリズムをつかんで足をコントロールしていくっていうところを気をつけてもらえれば大丈夫かなと思います。それでは練習いってみましょう。はい、シックスせーの、チャ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 おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、シックスせーの、はい、皆さんいかがだったでしょうか。同じステップのね、違うリズムっていうのはちょっとね、やっぱ油断するとついつい同じリズムを奏でてしまいますので、ぜひね、そういったところ気をつける、そういう心構えを今回のステップで少しでも慣れていっていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエントリーに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Let me eat next movie. バイバーイ。はい、今回もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。それではね、本日のステップのワンポイントコツいきたいと思います。今回ですね、特にテーマの通りですね、同じステップなんだけど、リズムが違うっていうところですね。ずっと左右ね、何も考えずにやっちゃうと、ついつい今までのリズムを刻んでしまいますので、最初、ブローバックのとこですね。タララララララ。このね、ちょっとね、左足をちょっとだけ強めに踏むと、こっからリズムが変わるんだなという自分の合図にもなりますので、タララタララ、ちょっと強めに弾くと、おっというふうに自分でもリズムを変えやすいと思いますのでね、ずっと、もちろん慣れてリズムさえ分かれば、これ普通に軽くやってもらってもいいんですけども、ちょっと強く踏むと、ここからリズムが変わるぞっていうことの自分への合図にもなりますので、タタティティタタ、ちょっとで意識して踏んで、トン、バ、バ、というふうに持っていけばいいんじゃないかなと思います。後半のとこもそうですね、ここですね、タララララ、バですね。なんとなく、やりやすい感じでいくと、タタタタタタと行きたくなるんですけども、そこ、タタタタタタですね。タタタタタタ。ここをですね、しっかり、ちょっとバックブラッシュの後に、ちょっと自分で、ちょっとね、弾き方を大きく弾いてみる。といった感じですかね。ちょっと大げさにやります。タララララ。わかります？
こっちが右足はなんとなく普通のいつものバックブラッシュの感じですけど、こっちは思いっきり跳ね上げるというか、ちょっと足を高く上げて置くと、あ、ここからリズムが変わるんだなっていう ところの先ほどと同じようにね、自分への合図になりますので、タダダダダ、もちろん今ちょっと大げさにやってますので、こんなに明確に分かるようなことはやらなくてもいいと思うんですけども、そういったところで、ね、少し自分に合図を出すといったところで、足の動きを大きく変えてみるとリズムをねコントロールできるようになると思いますので、リズムが変わるところはちょっと強めに踏んでみる、ちょっと大きく動かしてみるといったところで、自分なりに自分の体に合図を出すといったところをやってみたらいいんじゃないかなと思います。最初のタタティティタタ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 タ、というふうに自分の体にね、自分で合図を出していけば大丈夫かなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。